一粒化炭素とは炭素と硫黄が一原子ずつ結合してできた二原子からなる分子である。分子式は CES 分子量は44.08。一粒化炭素は摂氏185度に冷却しながら二粒化炭素に無性放電を行うと得られる。こうして得られた一粒化炭素は白色の粉末で無臭である。しかし摂氏180度以上になると爆発的に 重合して N となり、色も赤や褐色に変色する。この重合してできた N は、水やエタノールには溶けず、二硫化炭素には溶ける。また、摂氏200度にまで加熱すると、炭素と硫黄とに分解する。二硫化炭素に太陽光が照射されると、この光によって二硫化炭素が、一流化炭素と硫黄とに分解する。a b c d e f g 道のり、大沢俊明。 田中元春、千原秀明編集、科学辞典 P123 東京科学導任1994年10月1日、発行 ISBN4 から 807904116ABCD 科学大辞典編集委員会、編集、科学大辞典 7P664 協立出版1964年3月15日。 発行 ISBN4 から320040236ありがとうございます。